どうもブルームビューティーバーのゆきです。今日は10代の女性から相談が来たので答えていこうと思います。美容師を目指す高3です。卒業後は美容専門学校に進学予定ですが、何を基準に専門学校は選ぶべきなんでしょうか。パンフレットは取り寄せていますが、いまいちよくわかりませんとのことですね。正直私もね、専門学校を卒業してもう10年以上になるので、今からね私が話すことってもしかしたら時代とちょっとずれていることもあるかもしれませんが、パンフレットにある国家試験合格率とかね、就職率とかそういったもの書いてあると思うんですけど、多分ね似たり寄ったりだと思うんですね。だからその数値では決めようとしなくて大丈夫です。国家試験に関しては認可の専門学校でちゃんと勉強していたらね、みんな受かることができます。まあね、時々うっかりミスとか勉強不足、練習不足で落ちる人がいますが、そこは過度に心配する部分ではないので、本当に心配しなくて大丈夫です。あとは就職率に関しては曖昧な数値なんですよね。なんか少なくともね、全生徒のうちの 98% が就職っていう風な出し方ではなくって、就職を希望した人の 98% が就職しましたとかっていう、なんか後からどうにでもいじることができそうな数字を載せているんですね。なんだよそれって感じなんですが、美容室側も人を採用するときって、あんまりどこの専門学校を卒業したかっていうのはね、重視してないです。在学中に教えられる技術ってそんなにね、即戦力になるものではないので、選ぶ側は人間性とかね、そういったことで選んでいます。なのでちゃんと自分が2年間通いたい、頑張りたいって思える場所はどこなのか、それでね決めて大丈夫だと思います。もちろん学費とか、あとは家から通える場所なのかとかね、一人暮らしをするのかとか、親御さんとねお話をすることで決めなくてはいけないこともね、たくさんあるとは思うんですけれどもね。ちなみに私は山野愛子の作った専門学校に行きたいって思ったので、岩手からねはるばる上京して山野美容専門学校に通いました。入学当初はそこまで興味がなかったんですけども、着物を勉強していくうちにね、着付け師とかも目指すようになったりとか、あとはパーソナルカラーの勉強もするようになったりって、結構ね選択の幅を広げてもらったので、山野に行ってよかったなって思いました。自分の可能性とか選択の幅を広げるためにはどこに行ったらいいかなっていう選び方をしてみるのもいいと思いますよ。何か参考になったら嬉しいです。それではブルームビューティーバーのゆきでした。